それじゃ、サンパでレックス・オカズと3人でやっていきたいと思いまーす。ローケーどこでもインキューで開始開始え、で、てかサソリっていつから湧くの ?3 分ぐらい ?2分。金で入ってくるかなねえ、ボリビア強くない？ボリビア強いよ。ボリビアは強い。俺でもダメ取れ勝ってるわ。太陽も強い。帰んないと死ぬぞ。惜しい。ガビこれ、これ行くわ、ここ。オッケー。どっかへかけれる？うん。ボディスラム上がんない？上がった。オッケー。カニ取られるか。あ、取ってないカニ。いいの？あ、しま。寄ってる、ボリュームも。俺めってる。おつー。ねえねえ、キンドちゃん。おつ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 だよねー。金を金で終わったこれ。うん、終わった。これおつきん TV です、これ。おつきんナイス。相手の赤借りたいけど、さすがに無理だな。きつい。こっちの三パのよりなめんな。あと、ふわー。あ、美味しい。ルないよ、フラッシュ。いいか。届かないね。いきません。なんか超えようとしてる ?3 レベル終わりすぎじゃん。うん。死んだわ。赤側でも勝ってないんだよな、俺。ほんとだ。なるほど。どうせカニにマークつくしと思って。これが敵の散歩の寄りか。わらぐ。サソリって出せるの一回だけ？いや、ずっと湧くよ。あ、そうなんだ。そうか、てかサソリマクロすればよかった。でもキンドレットいるときにサソリマクロ、まあでもキンド育ってもいいか。え、サソリ一回取られたんだっけ？うん、取れた。あとどれぐらいで湧くんだろう。1分何秒だっけな。いや、もうちょい長いはず。ゴリ硬っ。俺靴履いてる。うん、俺も履いてる。ゴリアナこっち来てほしいな。もういっか。ガビー、お、いけたか。キンドレットも来るわ。うん、下2枚続いて。 OK、ウルトダウン。欲しい。マナガレはサソリ湧いてるよ。サソリ湧いてる。サソリマクロせな。オッケー、サソリサソリ。ナイス。
と。本当やれる？やれるけど。やれそうじゃん。やれるやん。行くわ。OK。入ります。ミスった。ナイスー。ナイスー。しかもサソリでそれも折れちゃうねー。折れちゃうねー。バキバキ TV です。サソリってそんな折れるん？いや、サソリ、あ、うん。めっちゃ削れるよ。めっちゃダメージ高いです。へぇー。タワーからのフォーカス全然受けないから。ビット残る。何回ろうかな。おいちー、うん、なんかすごいピン飛んだ今。ふふ。やるとだそう。普通にこの試合イージーゲームじゃん。やっぱドラゴンやってるけど、ね、今一旦キャンセル入った。ちょっとだけいいよ。また、あ、も取られるか。マキか。ああ、ブッシュないなった。赤横で待とうとしたらブッシュ消えたわ。ハゲた。来ないかし。あ、待って、なんかウッド出なかった。あ、なに、運のいいやつね。おかずくん、サイオンでボリビア対面するとき何積んでる？サイオンでボリビア対面するとき、そういうことはないか、あんまり。ない、ないか。そんなにね。まあ、そうか。あの、グランブルだけは履いといた方がいいんじゃない？鋼が、ね、行くならスマートとか。一応、サソリあるからね。うん。ちょっと俺 HP ないな。それ取っとくわ。脱出できないんだけど。手汗マクロそれ。手汗マクロ。これラグマクロやね。敵を倒します。オリアナうまいじゃん。いいね。ナイス。こいつキャリーする顔してる。ね、待って、俺さ、俺だけ KD こんなんだったらさ、あれなんやけど。ネクスクサポートやね、次。ねえ、俺、やだわ。ねえ、俺、もう悲しいよ、俺、こんなんじゃ、もう一生サポートやん。サイオンとか取るからだろ。違う、普通に関係ない。これはね、ラグマクロのせい、ほんとに。ダマ上げとか出るキャラ取るの。俺、バレた。だる。俺移動速度 MS じゃなくてラグの MS 界隈なんだけど。悲しい。これ金の絶対来るからここ殺さね。うん。ダイクル TV。おお。よいしょー。よいしょ。はい。トンゲバビー。トンゲマクロや。見たこれ。やってていいよで俺それ。あ、シクモさん、ねね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 、よいしょー、タレとツマクロいきます、ドン、よいしょー。はい、神マクロ、よいしょー。やべ、最後のエースが。あんなおりよー。レクスコは生きてるやん。僕生きてる、よいしょー。はい、スロー入れて、よいしょー。スロー入れて、よいしょー、よいしょー。帰ってくるやつが。陣に近づいてくる。スロー入れて、よいしょー。来るぞ。あ、僕死にます、よいしょー。死にません、よいしょー。あ、俺生きるわ、それ。よいしょ、よいしょー。こんなか死なない、よいしょー。ダブルダブル、よしよしよし。よいしょー。逆に利用できる。はい、俺最強、よいしょー。俺生きてんの神じゃね、俺。あのタレントツマクロからよう生き残ったな。まあね、だいぶ MS 界隈だったけど今も。任せてほしいわ。あ、これサイオンのアルティメット界隈。ただこんばんはー。アルティメットだけのやつや。よいしょそれただアルティメットだけのやつじゃない。え、違う、サイオンのアルティメット界隈だもん、これ。界隈とかあんのそれ。界隈ある、全然。しかもサイオンのでしょ。いや、任せてほしいわ。だいぶ限定しとる、この安定感。はい、タワー持っていく。これがサイオンアルティメット界隈。ほら、
っぱり安定はアマランスかな。タワーが破壊されました。ティフルト今度帰ったかな。じゃあナイスおい TF 舐めてる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 。やべジンが襲われてる。アルティメット界隈アルティメット界隈の人だどうもアルティメット界隈です。わーらエース界隈アッシュリコール阻害界隈です。リコール阻害界隈です。これさボリビアさん見えてますよ。ボリビアさん見てください。これボリビアさんリコール阻害界隈です。どうも一緒に仲良くしましょう。仲良くしましょうボリビアさんいつまで襲ってるボリビアさん仲良くしましょう。リコール阻害界隈です。もうリコール阻害界隈じゃないかすぎるそれはもうキモすぎるあいつ。どうもどうも継続戦闘あーキンドレッドです。あー NN 強いよ。よいしょおら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 キンドレッド帰ってこいお前バカ。かったいなこのおじさん。リコール阻害界隈です。キンドレッドにファーム取られたくなさすぎてさ全部勝ってたらずっとファームしてる人になってる完全にファイト参加してない俺ボリビアよりも硬いことに気がついた。ワンパン界隈、はい、ワンパン界隈ナイスおマジ理不尽よな、うん、やるやらん、うん、あやるやっとく今だし。とりあえず俺はボリビア止めとくわ一人で。バロンを攻撃。うん、ボリちゃんいた。いたね。ケア。いいケアでしょ今の。ナイストライ。ナイストライやめてね。何かしようという意思は感じました。いやリーシンがさ一回裏行ってキックだけ打ってさ球で帰ってくるみたいなあんじゃん。あんな感じ。みんな来すぎだったー。来すぎだったー。どうもリコール阻害界隈でーす。うるせえ。レスハイだ。なんとも言えない KD になってる。3分1さばいてたやつずっと俺キンドレットとジンと。あれ通過したら死んだんやけどなんか痛いまだ壁越えたら死んだ。はい後衛もポンポンポンポコポーンポンポコポンやばすぎダメージ防衛ポンポコポーン。あっ、ボリコンする間に死んだ。これあとちょっとで無敵の体になれる。アッシュさん、リコール阻害界隈でーす。どうもー、リコール阻害界隈のザイオンでーす。どうもー、ボットレーンに不在票届いてましたー。ぶつかってし、全然違うとこいる。はい。なんで言った。鋼をください。私に鋼をください。わいいダメージ。めっちゃいいダメージ出た今。よいしょー。そして僕は死にまーす。うわー。どうもー。スイッチ入っちゃったな。めっちゃ俺ら頑張んないと負けるこの試合。そうやな。いや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 。一人スイッチ入った。いや俺キンドレとのウルト使わせて、TF のウルト使わせて、ルルのウルティメット使わせて。確かに全部使わせたか。そうやね。でさらに俺はアッシュも一人持ってった。
あれ。そしてなんか気がついたら体に柔らかいオリアナは死んでた味方の。ダブルしたい。ダメージ。近づけないねえ。かわいそうに。もう多分俺のアルティメットの音聞いたら相手全員が恐怖に陥ってる。あいつどっからでも来るぞ。そう。気が狂ったように突ってくるぞ。リコール阻害界隈系 MS 界隈会長レックスが行くぞー。ファームすんのめんどくせえ。やめようかな、ファームすんの。やめたっていい。どうせファームしたら強くなるもん。なんかこのたまに。いや、こう、で、敵ファームしたらさ、たまに来るグラガスにびっくりしないじゃん、相手が。まあ、確かに。この有利取って、適当にファームして、たまにダメージチェックしに行くのが楽しいよな。ジンガ、ジンガ捕まってる。相手が忘れた頃に殴りたい。そう、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 そう。俺デスキャップ入ったから多分こうびっくりする。一旦帰るね。びっくりさせたい。確かにもうレックスくんには相手ビビってないもん。でしょ、あいついつもリコール阻害界隈だって、うん、え、これさあ、え、ワンパンできると思うやけど。俺ちょっと時間稼ぎ界隈してくる。うわーん、見えねえし。僕もその無敵の中に入れてー。あ、俺いないのか、俺が。せやで。あ、しんどい。あ、やばい、これ全然ダメだった。甘えろ、相手。うん、ダメージでも。いや、そう、ダメージすごいのよ、俺。また俺、ちょっと耐久力が足りない。うわー、俺やることない。大丈夫か、このフラッシュ。キンドいるよ。おお、びっくりした。くそー、俺絶対サンファイアじゃなかったな、行くの。もっと硬さの高みを目指すべきだった。カニにもついてる。まだカニ。珍しい。ランダム。いや、だから多分2スタックしかない、1スタックしかないんじゃないまだ。あ、そういうこと、うん、俺全部勝ってるもんだ。でもさっきあれについてたよ、ラプターとかについてたから。俺ミッド走るよ。オッケー、夢中で走るよ、ハム太郎。夢中で走ってる、ハム太郎。だーい、やばい、ポリゴスサイト硬いよな。じゃあ無視して、アッシュがそろそろ強い。お、ウルトなくなった。キンド、アッシュがやばい。いや、アッシュやばいな。うん、ルルいるから手前とか試合勝てない俺。やばい、ボリベアより俺の方が柔らかい。やばい、エルダー取られる。マジでやばいじゃん、この試合。まあ、バロン、うわ、バロン1分20、まずいか。うん、まずい。後ろ破壊界隈しないと勝てない。まあワンパンはできるよ、うん、ワンパンは俺に任せてほしい。マッシュと勝てばいいんでしょ。うん、マッシュとルルと金度解ければ。マッシュ、マッシュなんかちょっとだけ硬い。テルミヌス入ってるから。いや、まあテルミヌス溜まる前に殺せばいいんでしょ。だからアバランス的な感じ。テルミヌスも、あ、そうそうそう、まあちょっと違うけど。海は硬さはあんまない。うん、なるほど。ボリがね、マジで硬いんよな。ボリはもう、俺らダメージ的に溶かせるやついないや。お、アッシュが、アッシュがまだ30秒くらいあるでしょ、俺タワー折りに行ってきて。ゆうえ折れるならどうぞ。うん、敵今5枚結局撃ってたから合計。お、継続するわ。あ、バレちゃった。わぁ、TF が売ると。は、おい、おい、やる。あ、オッケーオッケー、押してねえか、お前。出たわ、でも、アッシュも。まあ、でも、アッシュいなくなったら、もう、でかいや。
あ、キンドレット上、キンドレット上。そっち2人だけだよ、ボリと。まあ、一旦。2つ巻いてあげて。ボリフルフォーカスできるんだったらやれんじゃね？ボリ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 。TF でもいい。これどうだ？まあ、ナイスボリスロー入ってる。オッケー、ボリがすごいね。お、金でもないなった。ボリが友達。チーム友達。バロンやろう。バロンいくか。ちょっと俺今冷静になってる。ちょっと危機を感じて。あ、来るかな。いや俺止めてくるわ。反転ファイトでもいける。できる？オッケー、取った取った。大丈夫？うわっ、オッケー。うん、お兄ちゃんダメージすごいじゃん。待てよ、お兄ちゃんダメージだけはあるんだから。お兄ちゃん、コリアのバロンに殺された。何で頑張ってた。かわいそう、やめようっていう発想がなかった。いや俺上をしとくから大丈夫。僕ワンパンだから。お、カゴ使った。オッケー、上折れた。カゴ使った。見える。あ、しまいといい。一旦引ける？リセットした方が良さそう。フラッシュない時がな、ちょっとむずいな。届かないな、いつまで。まあ、ちょっと散らばってないとフラッシュないと無理だよ。終わんなかった。ワロチ。オッケー、倒した、キンドレット。ナイス。任せてほしい、俺も。俺もそろそろ最強やでー。もう。ナイス。オッケー。こいつだけや。手前のクマさん。おらー。任せた、ジン。頑張れ、ジン。リコール阻害界隈に。まずいか、これ、俺ら。大丈夫、大丈夫。ナイス。あ、惜しい。まあ、一応これで GA 取って、ダークを確定だ。ナイス。ダウンが1秒。早い。うわ、強い。お兄ちゃん。わー、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。ジデー。オッケー。結果的にスコア悪いやつはいないよ、多分。危ねえ。みんな最後結局スコア良くなってる、これ。お兄ちゃんこれ勝つよ。お兄ちゃん。お兄ちゃんたくましいでしょ。うん、たくましい。MVP 俺。なんでやねん。これやっぱラリオットが何にも見てないことが本当にわかる、このシステムは。いや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 。本当に。まあ。いや、ダメージも 37,800 と、タワーもなかなか折ってます。一番折ってます。これね、ガッツさんもっとファイトしてたら簡単だったのね。いや、私、いや、で、いや、あれがね、参加率がちょっとな、やっぱびっくりさせたくなっちゃったよな。いや、これ MVP ってことは、俺、普通にサポートやんなくても大丈夫ってことじゃん。あ、でも KDA が 3.3 で、で、おかずが 4.2 で、俺が21だから。うん。一番下のやつか。
いやでも俺 MVP じゃん。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。